おはようございます。MC様です。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキン、こっちのキンぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをね、やっていきましょう。よろしくさあ、今日もね、コメント紹介いきましょう。これね、アキラさんからのコメントで、コメントのですね、下の方にリクエストが入ってます。銀河鉄道39のね、ギャラクシー IPA っていう IPA をまあぶっ決めてほしいみたいなリクエストなんですけど、これを機にですね、そのシリーズ全4本買ってます。リクエストの IPA をね、最終日にやっていこうと思います。アキラさん、ありがとうございます。さあ、今日飲んでくるこっちですね、買ってきました。銀河鉄道39のプレミアムクラフトビール、車掌さんの黒ビールって書いてます。アルコール分 5% で、ビールの説明でね、ポーターって書いてます。18世紀にイギリスで生まれたビールスタイル、ポーター。きめ細やかな泡と滑らかな口当たりが素晴らしいビールと。ポーター、ちょっと僕の知識なかったですね。まだまだですね、ほんとね。勉強になりますね。で、裏にもね、説明書いてまして、車掌さん秘蔵の黒ビールは英国の伝統的なビアスタイルポーター。シルクのような滑らかな口当たりとしっかりとしたビターなアフターテイストが特徴と、車掌さんとっておきのビールを素敵な旅のお供にって書いてますね。いいですね。さあ、コンディションもね、仕上がってます。筋トレランニングしてきましたね、風呂上がりです。さあ、ぶっ決めていきましょう。さあ、行きましょう。今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。やっぱりテンション上がりますね。ジョッキしか勝たん。さあ、行きましょう。喉カラカラですね。やっぱりビールテンション上がりますね。もう黒ビールもね、うまいんすよね。なんかちょっと泡が多いかな。これは丁寧についでますけども、全部入るかな。入りそうだな。よし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 、入る。あ、ちょっとあぐれるかな。気持ち残ったな。まあいっか。さて、匂いは、まあ黒ビールって感じの匂いですね。入るかな、これ入れるかな。うわ、こぼれそうこぼれそうこぼれそう。ちょっと泡吸うか。これで入った。よし。うわ、なんとかいきましたね。よし。さあ、見た目はこんな感じ。まあ、黒ビールなんですけども、ぶっ決めていきますかね。銀河鉄道39、車掌さんの黒ビールですね。いただきます。いってみます。乾杯。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてありました。今日のやつも初めて飲んだんですけども、黒ビールもね、僕撮影の時しか飲まないんですけど、本当にね、まあ毎回美味しいですね。今日のやつもね、うまかった。で、まあ飲んだ感じですね、まあここ書いてますけども、プレミアムクラフトビールの名に恥じない黒ビールだなと思いましたね。で、黒ビールの中にもまあね、めちゃくちゃこう香ばしい感じのやつもあるんですけど、そこまでの香ばしさはなかったですけど、なんかこうクリーミーな感じがしたしね、美味しかったな。アルコール 5% もね、まあ、飲みやすくていいっすよね。ってことで、もしですね、まあ、飲んでみたくなった気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ、最後に違う曲です。明日こちら行きましょう。同じシリーズのですね、今度は、エメラルダスのレッドエールってやつがあります。この僕ね、アニメあんま知らなくて、このキャラも全然知らないんですけど、多分知っててね、縁とゆかりがあったらね、もっとこう、なんだろう、楽しめると思うんですけどね。これはね、敵キャラっぽい感じがしますけど、なんかでも強そうですね。美味しそうですね。とりあえずね、明日こいつぶっ決めていくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴します。はい。では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。このシリーズなかなかテンション上がりますよ。オーライサックス。よし。